ならですね、実際のその生地を使って描いたですね、うん、生首の絵という、これを掛け軸を実は今日は借りてまいりましたんでですね、はい、まずそれからちょっと見ていただきたいと思います。これがその掛け軸なんですがね、片っぽが侍で片っぽが僧という、あ、そうね、ね、なんとなくこの赤い首の切れたところの赤いところがですね、実際の血を使ってると言われるところ、血を使ってるわけですか。でそもそもですね、この掛け軸を手に入れ、皆さんはお分かりになったでしょうか。放送終了後、問い合わせが殺到するなど大きな反響を呼んだこの映像では、もう一度生首の目に注目してご覧ください。まさに身の毛もよだつこの映像。しかし恐怖はこれだけにとどまらなかった。実はこれから生首の目が動いているように見えたという人も。人々を恐怖に陥れたこの生首の掛け軸、今だその真相は誰にも分かりません。